イナルファンタジータクティクスアドバンス。侵入者よ、我が種の他に何人も鎖に近づくことは許されんぞ。打つ手は必ずある。神獣アドラメレクの名において侵入者を殲滅する。僕はクリスタルを壊すために来た。このまま帰る気はない。マーシュ、僕が前へ出て攻撃を引き受けるから、モンブランとノロは離れたところから魔法を使って、威力は弱くても詠唱時間の短い呪文を頼む。けど一人で前へ出て大丈夫クポ？なんとかなるよ。なんとかする。マジ頼もしくなったクポ。でもなんだか無理してるようにも見えるクポ。兄ちゃん行くクポ。クポイ。クリスタルを壊せば。僕らの世界は元に戻るんだ。我が力は鎖を守るためにある。またあの攻撃。でもエネルギーを貯めてる間は何もできない。今だモンブラン、魔法を剣に。暗雲に迷える光よ、我に集い、その力解き放て。サンダー、みんなはどこ？どこ？ねえ！僕のそばにいてよ！家じゃやだよ！誰だよ？僕の夢を壊そうとしてるの！許さない！僕の邪魔をするな！この世界は僕のものだ！やっぱりそうなんだ。この世界はミュートの望みを反映して作られた。ママも生きてるし、すべて自分の思い通りになる。ミュートの夢。世界を元に戻すことは、その夢を壊すことなんだ。マーシュ？急ごう。もうすぐこの空間も消える。モーグリ族の守護神ファムフリート、モー族の守護神アルテマ、それから今倒した神獣がアドラメレク。力が強かったし、バンガ族の守護神じゃないのかな。イバリスに住んでる種族は全部で5つだクポ。残りはビエラ族と人間族の神獣ってことになるクポ。あと2つか。もう少しエリアを広げて情報を集めないとダメかな。なんの引く手はまだ完成しないクポ。もうちょっとなんだけど、またしても資金が尽きそうなんだクポ。クエストを増やそうか。賞金首を捕まえまくるとか。マーシュ、それって自分の立場ってもの。見つけたぞマーシュラディオよ。王宮の指名手配を受けてるっていうから、どんなやつかと思えば本当にただのガキじゃねえか。今回は楽勝だなお兄ちゃん。ほら変な冗談言うから、うるさいのがやってきたクポみたいだね。モグたちは悪いことしてないクポ。王宮が勝手に指名手配したんだクポ。知ったことか。俺たちは金さえもらえりゃいいんでね。弟の言う通り、抵抗しない方が身のためだぜ。僕にはやらなきゃならないことがある。君たちに捕まる気はないよ。おざけぇ！誰だ？その子には私も用があるの。おとなしく帰ることね。チッ、他にも仲間がいたのか。覚えたのよ。
逃げるぞ弟。待って兄ちゃん。やれやれ、大の男が見苦しいね。あんな雑魚に手間取ってちゃダメよマッシュ。リッツ、警戒しなくてもいいわ。あなたたちを捕まえに来たわけじゃないから。それ聞いて安心したクポ。賞金には興味ないんでね。私らはその子の話を聞きに来ただけさ。僕の？ほらリッツ。マーシュ、あなた何をしたの？マーシュに賞金をかけたミュート王子ってあのミュートなんでしょ？うん、ミュートにとって僕は邪魔な存在なんだ。ミュートはこっちの世界でなら幸せになれるって思ってる。僕はそれを壊そうとしてるから。どういうこと？この世界はミュートやいろんな人たちの望みの力で作られた世界なんだ。僕らの読んでたあの古い本が世界に魔法をかけたんだよ。夢が本当になる魔法。それでミュートや私やドネットの夢が叶った。ドネットに会ったの？元気にしてたわよ。車椅子もいらなくなってクランで働いてる。そうなんだ。世界を元に戻したら僕はドネットの夢まで壊すことになるのか。世界を元に戻すってどういうことよ？王宮の作ったクリスタルが魔法の世界と僕らの世界をつなぎ止めてるんだ。クリスタルさえ壊せば世界は元のイバリースに戻るはずなんだよ。夢の魔法も全部解ける？そういうことになると思う。冗談じゃないわ。帰るならあなた一人で帰ればいいじゃない。それじゃダメなんだよ。この世界はまやかしなんだ。知らない、許さないわ。世界を戻すなんて許さない。リッツ、来たれジャッジよ。エンゲージの始まりを告げよ。ジャッジを呼んだのクポ？マーシュの賞金に興味はないって言ったクポ。勘違いしないで。ジャッジを呼んだはそなたらか？そこのソルジャーと私のエンゲージをジャッジして一騎打ちよ。リッツ、大丈夫よ。マーシュになんか負けない。よかろう。こたびのエンゲージ遵守すべきローは体力回復の禁止だ。構わないわ。やめてよリッツ。ゲットレディー、エンゲージ。あら、反射神経良くなったんじゃない？体育の授業の時とは大違いだわ。やめてよ。どうして僕たちが戦わなきゃならないんだ？まだわからないよ。あなたのやろうとしてることは私の邪魔なの。リッツ、リッツも、ね、何なの？友達も弟も敵に回してそこまでして世界を戻そうって正義感？いい子ぶるにも程があるわよ。僕はいい子なんかじゃない。そうやって否定するのがいい子ぶってる証拠よ。控えめでよくできた子だって褒められたいの。違う。じゃあ何？元の世界がよっぽど好きなのね。そっか、幸せだったんだ。マーシュは向こうで。違う。本当、羨ましいわね。元の世界で幸せに生きてきた人になんか私は負けない。どうして？リッツはなんでここにこだわるの？魔法になんか頼らなくたってリッツは何でもできたじゃないか。マーシュには関係ないわ。白き精霊よ、我が腕に集い戦闘となれ。ハードインパルス。もうやめるクポ、決着はついたクポ。まただよ。マーシュ、これは互いの誇りをかけた戦い。余人が手を出してはならぬ。ねえ、バカな考えは捨ててよ。この世界はあなたにとっても悪いものじゃないと思うわ。運動音痴も治ったし、転校生って呼ばれていじめられることもないのよ。でも違うんだよ。
この世界で叶う夢は本物じゃない。あんなの作り物だよ。何怯えてるの。分かった。あなた本音を言うのが怖いんでしょ。やめてよ。夢を叶える度胸がないんだわ。それとも叶えたい夢が見つからないの。かわいそう。やめてよ。あんただって望んでる夢があるんでしょ。素直に叶えればいいじゃない。僕は何も望んでない。嘘つき。いつも一人でポツンとしてて、あんなのがあんたの幸せなの。黙ってよ。こっちには仲間がいるのよ。家族だって、離婚したパパとママだって、あんたが望めば戻ってくるわよ。黙れ。リッツに何がわかるんだ。なんだよ偉そうに。髪の毛ピンクになんか染めちゃって。大丈夫だよ。フェンサー、戦意喪失とみなし、ソルジャーをエンゲージの勝者と認定する。はい。マーシュも相当ダメージ受けてるクポ。ゆっくり休んだ方がいいクポ。ならばプリズンで好きなだけ休息を取るがいい。マーシュ・ラデュー。歪みを調べに来たら、こんなところでノーノーとエンゲージしてるとはな。王子にあだなす愚か者め。やっぱ行くぽ、逃げるくぽ。この人数相手じゃ逃げきれないよ。マーシュ、他の人たちは関係ありません。手を出さないって約束してくれますか。マーシュ、指名手配を受けているのは君だけだ。他の者の自由は保証しよう。ありがとうございます。連行せよ。大丈夫。僕確かめたいんだ。王宮のミュートに会いに行く。ミュート様とお呼びせんか。王宮へ帰還する。